トリック、これは日本人が愛するテレビドラマシリーズです。ドラマだけではなく、映画やスペシャル版、スピンオフまで作成されました。今回はそんなトリックについてお教えしましょう。購入方法。購入方法はいろいろあります。一番スタンダードな DVD ショップなどで購入。amazon などで購入するインターネット購入。アンティーク品や骨董品などを売っている 骨董品店などがありますまた購入した際は基本「神棚」と呼ばれる場所に置きましょう地方によっては「仏壇」と呼ばれる場所に置きますトリックの見方トリックの見方はいろいろありますテレビなどで普通に見る「レギュラー」「高画質のテレビや高音質のスピーカー」「ヘッドホンで見る」「ラグジュアリー」「食事をしながら見る」「お食事スタイル」などがあります 上級編、数秒ずつ止めて、小ネタや看板などを見て楽しむ、ワンシーン。一人一人の言葉を真似しながら見る、イミテイプ。複数の話を同時に見る、聖徳大使スタイル、などがあります。日本人はいつどんな時でも、トリックを見れるようにしているんですね。詳しい見方は、トリックがまとめられている、和本や巻物をご覧ください。ここからは、トリックガチ勢。 と呼ばれる人たちの見方をご紹介します 1. トリックを見る前日から精進料理を食べます。2. 滝行を行います。3. 滝行を行った後は日本酒と清め塩を入れた暖かいお風呂に入りましょう。風邪をひいてはトリックを見れません。4. 夜更かしをせずに寝ます。5. 早起きをします。6. 朝食をとります。もちろん精進料理です。7 コップ一杯の日本酒を飲みます8トリックを見ますここでやっとトリックが見られますこれらの行為には自身の身を清めるという意味やトリックに敬意を払うという意味も込められていますやはりトリック勝ち勢ともなるとすごいですねいかがでしたか日本人はトリック好きの外国人に好感を持つ傾向があります もし興味を持った方はトリックについてもっと勉強しましょう。このチャンネルではこのような外国人向けの動画を配信していきますのでお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。